ブルラタマキュー、ダブルラタマキューはね、シングルラタマキューに、一つドラッグがついた形、チタンチタカタタン。シングルラタマキューっていうのが、チタカタタン。これに、チタっていうドラッグが、ついた形、ダブルラタマキューです。チタンチタカタタン。チタンチタカタタン。チタンチタカタタン。ゆっくりやると、ギタ、ギタ、タタタ、ギタ、ギタ、タタタ。アクセントは最後。ギタ、ギタ、タタタ。ここね。反対回り。ギタ、ギタ、タタタ。これが、ギタ、ギタ、タタタ。ちょっとテンポでやってみましょう。ワン、ツー、スリー、ツー、フォー。こういうやつです。それでこれもね、ゆっくり丁寧にね、ギタギタカタタ、ギタギタカタタって感じでやってください。それともう一つのアイデアとしては、これをね、均等に、音階を均等にする。どういうことかというとですね、ディギタンをディギタにして、ディギタディギタ、ドラッグをもう全部分解、その全部分解してしまって、お、均等な音階になる。イーブンな感じで、ディギタディギタ、ディタンディタンをディギタディギタで、ディギタディギタ、ディタディタカタタを全部均等にする。ディギタディギタタタタになります。タカタタカタタカタ、こういう解釈も練習しても面白いかと思います。ディギタディギタタタタ、それ反対回りね。左始まり右始まり、ディギタ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 タ、ディギタディギタタタタ、ディギタディギタタタタ、ディギタディギタタタタ。これ慣れないとね、難しいですけど、まあ慣れると三連符としてもね、使えるので、ディギタディギタタ、こういう風にも解釈ね、できると思います。もう一つの解釈としては、ディギタンディギタンタカタン、ディギタンディギタンタカタンという風にリズムを16部形に変えて練習しても効果的だと思います。ディギタンディギタンタカタン、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 テッテッテッ、ワン、ツー、スリー、ディギタンディギタンタカタン、こういうふうに、いろいろリズムを変えたり、まあもちろんテンポもゆっくり、普通、速いというのと、あとリズムも、いろいろな形として、16部として捉える、トリプレット、3連符として捉える、いろいろこう、見る角度を変えてやってみると、練習してみるとすごい効果的だと思います。ね、これがダブルラタマキュー。ね、頑張って練習してみてください。ダブルラタマキューでした。